よ。ちょっとピーナッツ君、ウィンク。ウィンク。はい、ということで久々に今日は雑談会ですよ、ピーナッツ君。ああ、雑談会。はい、なんかありました最近。僕は最近は何もないですね、はい、まあこんなご時世ですね、ないですわね。いや、ポンポさん何かあったんですか？あったんですよ。ああ、まあ、タイトルにもあります通りあったんですよ。タイトル、はい。まあこんなご時世なんでね、いろいろ外も出れないとも思うんですけどね、なんとポンポコ、うん、合コン行っちゃったんですよ。何？合コン？合コン行っちゃったんですよ。合コン？ちょっとあんま話すタイミングなくて話してなかったんですけど、聞いたことないんだよ。 VTuber 合コン行ったっていう話。行っちゃったんですね。行っちゃったんですね。しかも家にいながら合コンができる時代。え？ Zoom で合コンしちゃったんですね。 Zoom 合コン。そう、あ、なんか聞いたことあるけど、 Zoom 合コンに参加してまいりました。気になるでしょ、まあ、みんな気になるかなと思ってね、参加したんですよ。別にボンボコそんなね、何も焦ってないですよ。決して200歳だからだと言ってね、別に VTuber やって出会いないとかそんな全く焦ってないんですけど、なんだなんだ、はい、いやもうズーム合コン行ってる事実には変わんないからな。まあ、友達に誘われて参加したんですけど。え、ちょっと待って、はい、その参加するっていうのはなんかこう、なんか URL が送られてくるみたいな。あ、まあ、ズーム合コン開催されてるとこがあって、はい、そこに申し込みをして、まずもう日本全国どこでも誰でもいいパターンが、地域が近いですか、まあ、リアルに会える感じの、はい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 、選べるんですよ。へえ。全国どこでも誰でもって方は、男の人がなんか1000円か2000円ぐらい払って、女の子は無料なんだよね。あー、出た、そういうシステム。そういうシステム。リアルに会いたい、その近場関西圏だったら関西圏みたいな方は、女の子もちょっとお金かかるみたいな、はい、なるほどなるほど。まあでも一応全国の方で一回やってみようってことで、友達とね。確かに気になるね。いや、すごいよこれ。お昼に申し込みして、はいはい、マッチングがうまくいけば、あの今日の夜ですみたいな。え、もうその日に。そうで、まあ大体今日の夜何時から何時から行けますみたいな候補送るんだけどね、はい、8時に決まりましたって来て、9時からです。へー、そんなんリアルの合コンだったら間に合わないよって。いやいや、ちょっとちょっとなんかテンション高いな。1時間前無理だよって、そんな今から化粧してそんな無理だよって。いや、まあまあまあ、本来のね、合コンだったら、まあ、本来だら家だからね、1時間でちょうど準備終わっちゃうんですね。いや、すごい時代だね。でもちゃんとさ、服とか着替えるからマジで合コン行く気分になっちゃって、友達と。ああ、おめかししたんだちゃんと。そう、通話しながら用意したんだけど。いや、ガチ合コン、ガチ合コン気合い入れてるじゃん。なんか初めなんか、いや、みんなのために調査しますわみたいなテンションだったけど、いや完全気合い入れてますよね、あなた。それは気合も入りますよね、一応まあ合コンなんでね。はいはいはい。まあそれであっという間に9時、ほんと5分前とかにね、URL が来んの。へえ。ズームの。へえ。なんかズームのアカウントも作らなくてよかった。あ、そうなんだ。もうその URL 踏んだら入った。 VTuber の配信みたいだね。あ、ほんとだね。 Twitter でURL 発行して来てくださいって。で、まあ入ったら3対3だったんですよ。3対3。はい。で、始まりまして、うん、ポンポが何でもない普通の OL とかバイトとかしてるような普通のやつで行こうと思ったんですよ。 OL です。 VTuber は VTuber とかしてないです。してないしてないです。してんだよ。そう、いや、もうそう思って行こうと思ったんですけど、うん、なんかみんなスマホだったんですね。え、ポンポコさんは一人だけパソコンで入っちゃったんですよ。まあ、そこでちょっと差が出ちゃいますよね。あー、みんな結構スマホで参加するんだ。だからめちゃくちゃみんなね、音質が悪いの。あー、なるほど。いや、ポンポコもさすがにマイクとか用意したらガチっぽいじゃん、なんか。はいはいはい、はい、だからパソコンのマイクで行こうと思ったけど、パソコンのマイクで音いいんだね。なんだよ。まあそれで一人だけパソコンで、まあ、始まったんですよ。最初10分ぐらいは誰も結局カメラつけなくて。マジで、まあもう一人の男の人が、え、なんかこれカメラとかって言い始めて、はい、で、まあ男側が全員つけたんですよ。おー。で、まあ女の子はあーみたいな感じで特につけず、え、なんかつけてって言ったらつけるのに、男の人がなんか別につけないでもいいけどみたいな、そういうタイプの。つけなくてもいいの最悪。いや、別にそのつける必須とかで全然ないから。あー、なるほど。あの、司会者とかそういないから。はい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 、いきなり集められさんに始まって、その人たちのコミュニケーションとテンションで決まるから、すべて。へえ。だからまあそっから仕事の話とか趣味の話とかなっていくじゃないですか。なりますよね。まあ趣味がね、見事に6人合わないの、これすごくて。へえ。一人だけ男の人が映画の話をし始めて、はい、ああ、ボンボさん映画好きじゃん。そうなんですよ。最近 Amazon プライムで映画すごい見てるんですよって言い始めて、あ、映画だったらどんな話もいけるわと思って、基本的に。はい。何見たんですかって、この話は乗れるわと思って言ったら、記憶にございません見たって言うんですよ。ああ、邦画のね。あ、記憶にございませんは別に見てないなと思って、うん、ギリ趣味合いそうで覚えた話それぐらいだな。
へえ。あとはなんかね、社会人サークルでバスケ行ってまして、あ、バスケだ、僕がバスケ部やったんですよっていう話して乗ろうと思ったら、その人別にバスケしてたとかじゃなくて。あ、いるよね、社会人バスケとかバスケしてないのにやる人。いや、いいだろいや、いいんだよ。でもこっちのテンション返してほしくなっちゃう。なんでだよ。だってバスケのルール別に特にバスケトークもできなかったしえ、何にも話合わなかったんですか。みんな会ってなかったね。いや、やっぱこう急に集められて、どんぐらいなの時間は。時間は、そう、時間が30分とは聞いたんだけど。30分か。しかも6人で30分だよ。1人5分だよ、喋んの。そんな、あー、少な。そう、だからさ、なんかすごいあっという間に終わっていって、はい、どうやって終わるんだろうなと思ったら、唯一パソコンだったポンポコの画面に警報マークみたいな、はい、もうすぐ終わりますよ、この会議ルームみたいな。だからその発行された URL に制限時間がついてたのね。あー、なるほど。そう、で、やばい、警報来ましたねみたいな、ポンポコがテンション高く言ったら、みんなスマホだからそれ来てなくてあと2分ですとか言ってたんだよ。あ、ポンポコさんがタイムキーパーやってたんだ。そうそうそう、みんなその時ズーム合コン初めてだったんだけど。あー、みんな初心者、誰もね、ベテランいなくて。はい、それ ID とかも発行してないからさ、終わったらさ、連絡先もその間に交換しとかないと終わっちゃうの。あー、なるほどなるほど。そう、男の人がすごい遠回しに連絡先の交換の話をしだして、はい、あ、なんかさ、連絡先交換しませんかって言ったらよかったのに、その人ね、うんうん、なんかすごいと思うし、これってどうなっちゃうんですかねみたいな、すごいロングな文章で話し始めて、そしたらポンポコのそのカウントダウンではもう1分未満っていう表示に変わったのね、残り時間そっからもう数字のカウントがなくて、もうこれいつ切れるかわかんねえぞって思いながらポンポコはで、1分未満ですよってそこももう言えなかったの。なんか連絡先の話してるし。あ、連絡先をまごまごしてんだ、ずっと。そう、どうしようか、女の子の空気読んで決めるかと思ったらプチッと終わった。あ、終わった終わっただって話です。いや、ちょっと待ってください。はい、ポンポさん、その男性陣の中でこういいなって思う方もいらっしゃらなかったんですか。あー、いや、皆さん住んでる地域が見事にバラバラで、これも。え、じゃあもし、うん、家が近くて、うん、話がめっちゃあったら連絡先は交換してたん。あ、しましたね、そりゃ聞いたことないんだよ、ね、VTuber でそんないや、男の人も住んでるとこ近くて趣味合えばもうちょっとはっきり交換しましょうって言ったと思うんだけど、気使って言ってくれたのかもしれないね。最後しますみたいな。あー、なるほど。全員の一応しますみたいなんでブチッてなったから。あー、難しいね。あれでもタイムキーパーとして誰かパソコン一人いなかった時だよ誰も気づかないもん、あのカウントダウンに。うわー、怖っ。ピアスもズーム合コンどうですか。あの、18歳以上じゃないとダメかな。いやいや、嫌です。あ、嫌です。遠慮しておきますいや、どうせあれでしょ、ポンポさん、その終わった後友達と、あの男なかったよねとか言ってんだろ言ってねえよ、そんな性格悪くねえよ。性格悪いないろいろあるみたいで、ズーム合コンにも。はい、毎晩開催されてるのもあったから、皆さんぜひ。え、ぜひ試してみてください。いや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 、あ、じゃあ今後も継続的にやっていきます、ポンポさん。やらないです。友達とはもう1回でいいな、人生経験上っていう感じでしたね。あ、なるほど。というわけで今日も見てくれてありがとうね。また明日、じゃあね、バイバーイ。バイバイ、ナッツ。なんて話だズーム演劇見てみたいなと思った話聞いてて。ズーム演劇か。毎週土日やってんだって。へー。